さあ明日から秋のお彼岸でございます、はい、えー、まあなんでしょうお彼岸というとね、えー、お墓参りとか先祖供養のイメージをお持ちの方いらっしゃるかと思いますけれども、はいえーまあ、その通りなんですけれども、はいえー、あごめんなさいねほんであの今日台風来てて、はい、台風の中撮ってるので、はい、台風の中って奥がいちゃうよ。 えー、見ての通り中で撮ってるんですけど、はい、あのちょっと扉がたがたしたりすると思うんですけど、はい、それはちょっとあの、えー、何卒ご容赦いただいてです、ねはいえー、今日、動画撮っていきたいなと思うんですけどもお彼岸というのはですねそもそも何ぞやと。 えー、いうところですねまあ詳しいことはですね実は、えー、春のお彼岸の時にファースト説法という,う動画の中でですね、えー、お彼岸についてはいろいろとお話をしておりますのでぜひそちらもね概要欄貼ってますので合わせてご覧いただきたいなと思っております、まあざっくり今日は説明したいと思います、うんはい、お彼岸という字か、えー、のしと書きます、はいえー、もう意地でもテロップは入れませんので、はい、あのまあの漢字わかりますよね。はい えーまあ、概要欄とかタイトルにもあると思うんで、はい、彼岸って「か」の騎士って書くんですよ、ね、でこの「か」っていうのが、まあ、彼氏とかね彼女とかのこの「か」っていう字じゃないですかこれがね「もう一方の」っていう別のっていう意味があるんですね、はい、だから「もう一方の騎士ですから、まあ、要は「向こう岸」ってことなんですよ、ね、じゃ自分たちがいるのはこっち側の騎士でその間にじゃあ何が流れてるのかっていったらこれが三途の川なんですよ ということはこの「かの騎士」「彼岸」っていうのは向こう岸すなわち仏様の世界のことを指すんですね、はい、でこの彼岸に対してじゃあ三途の川を挟んでこちら側にいるこ,あこちら側の騎士のことをこの騎士とはすごいな大人ってるな取り直しませんよごめんなさいねもう今日あのまあいいや <laughs> こちら側のこ騎士のことをこの騎士と書いて「志、え、願、ー」と言いますはい えー、でこの志願から悲願に我々はですね遅かれ早かれ、まあ、至るわけですよ三途の川渡ってね、はいえー、でまさかね、えー、自分は成仏しなくていいんだなんていう人いないですよね正直、はいえー、ですからこの、ね、三途の川渡って仏様の世界に行った後に自分がちゃんと成仏できるようにこのお悲願の間は仏道修行 仏教の仏様の修行をみんなで積んでいきましょうという期間がこのお彼岸なんですね。はい、で春と秋にそれぞれあるんですよ一回ずつ。ね、で日数で言うと春と秋それぞれ7日間あります、はいで。よくお彼岸って何日から何日ですかって言われるんですけど年によってちょっと違うんですよ。というのは、えー、春に春分の日ってあるじゃないですかで秋に秋分の日があると。 でその春分の日と秋分の日をそれぞれ中心として前後7日間計7日間ですねあ前,後前後3日間や、えー、前後3日間計7日間を、えー、合わせて、えー、それぞれお彼岸と言ってるわけなんですね、はいでえー、じゃあそのお彼岸に何をすればいいんだと、えー、修行すればいいって言ったけどお墓参りだけじゃダメなのかと。 ねえー、言う方もいらっしゃると思うんですけどもお墓参りもねあくまでその仏道修行の中の一環にしか過ぎないんですね、はい、じゃあどういうことをすればいいのかということなんですが、えー、これはですね六ハラ蜜という6つの修行法6つね6つの修行法をこのお彼岸の中で収めていくといいでしょうというふうに言われております、はい、でこの YouTube ですが 今最小でオフィシャルチャンネルこれ毎日更新してますよね。はいということで今日、えー、9月19日すげえな音ごめんなさいねもうどんだけそのこの台風の音がこの動画の中に収まってるかわかんないんですけどもしめちゃくちゃうるさかったらほんまにすいませんさっき謝っておきますごめんなさい。はい、えー、で 毎日やってるじゃないですか、はい、だからお彼岸中、まあ、今日9月19日で19日の7時19時にこの今、皆さんが見ていただいている動画が上がってるんですけども今日からですね1週間1日2本ずつ動画をアップしていきますよろししくお願いします、はいえー、早速、ですね今日この後20時に、はいえー、もう1本今日上がります。はい えー、明日今日からです、ねえー、25日、日曜日までは1日2本上がりますでしかも23日、秋分の日金曜日は、えー、3本上げますどういうラインナップかをご説明していきたいと思います、はい、まずですねこの19時今日は、ね、こちょっと説明の動画ですから、はい、またちょっとあれなんですけれども、えー、19時にはですね通常の動画が上がります。 はい、まあ、ここ最近ね、もう通常の動画と日曜日の雑談動画の境目なくなってきて、えー、おいおいおいっていう感じなんですけど、はい、あのまだちょっと気合い入れますよ、はい、えー、19時はですね、えー、まあ、お彼岸 のことも話すかもしれないですよ。彼岸に関係ない。まあ、いわゆる通常動画を、えー、アップしていきます。はい、で、えー、日曜日はあーいわゆる雑談、動画えー、仏教のことに関係ないお坊さんを身近に感じていただくというコンセプトの雑談、動画、フリーテーマで、ね、フリートークの動画を上げていきます。はい、で、えー、その19時の動画の後20時にですね。 はい、えー、今日も上がります、そして25日の日曜日まで、えー、20時に上がります、はいでこれはです6ハラミツ、さっき言った6つの修行法、まあ、こ具体的に言うと、まあ、この6つともう一つの専属用、この先祖供養合わせて7つの修行をすればいいっていうことを言われてるんですね、お彼岸中は。はいなので、あのー、今日はまだお彼岸の前日なんですよ。はい で、このあと20時に何をあげるかというと六波蜜の一つ目をあげます、はい、なので20時の動画を見ていただいてですね、波乱蜜1個ずつ20時の動画でこれから説明していきます、はい、ですので、まあ、皆さんに何をしてほしいかというと、えー、この20時の動画を見てですね、はいえー、明日はじゃあこれを意識して生活すればいいんだということにしていただきたいんですよね。はい なので今日、この後20時に上げる動画を見てその項目をですね明日お彼岸1日目にそれをぜひ意識して生活していただくあるいは実践していただくということをですねやっていきたいなと思っております、はい、でその前日の夜にその次の日やっていただきたいことをアップしていきますと、はい、いうような流れで,で,す、ね、で23日のお中日 だけ、えー、朝にですね、先、えー、用の養の、お彼岸の専属用の法用の動画をアップします。だから金曜日だけ3本上がりますね。だすなわちその前の日の22日の木曜日の8時の動画には専属用のことについてお話をする動画が上がるということですね。はい、で、まあ、あの六原光のことを1個ずつ説明していくって言ったんですけど、いや、もう知ってるよ、俺と。私知ってますと。 えー、そういう方は別にあの、まあ、あの実践していただいてそれ、ね、えー、いいんですけれども、はいえー、で別にこの順番が、ね、この順番じゃないといけないっていうわけではないのでね。 ロが,上がる前に知ってるよっていう方はね是非それを実践していただいたらよろしいんじゃないかなと思いますはいで修行修行って言ってますけどあの別になんかあれですよその滝に打たれるとか水に水かぶるとかそう,いうそういう修行じゃないんです、はい、日頃の心がけです、はいえー、だから誰でもできることです、はいえーまあ、そういう期間なんですよお彼岸っていうのはね、えー、こういうまあ,あ何でしょう分かりやすく言うと、まあ、徳を積むっていうことですよね、えー、このお彼岸の期間は はいえー、だから、この一日一ねなんていう言葉もあったりしますけどまさに一日一禅積んでいっていただいて、えー、お彼岸の修行をぜひ皆さん取り組んでいただけたらなというふうに思っております、はいえー、なのでお彼岸中ですね今日からですね、まあ、26日月曜日お彼岸最終日までの間にですね16本動画があります。はい とということで余談なんですけども今日これからですね今日まさに今9月19日えなんですけどもはいえ今日これから16本動画撮りますはいえーもうこの台風の中で16本の動画全部もしかしたら台風のこのガタガタガタっていう音が入ってるかもしれませんもうそれはほんまにすいませんいや本当はね今日あの法事とかあったんですけどはいやっぱり台風でちょっとこう延期になったりしまして。 涼悲願の準備もですね、えー、昨日全部終わったので、えー、今日う、一日ぽっかり空いたので、はいえー、16本トが取ります。 はいえー、もうほなユーチューバーやんってね、えー、本職ユーチューバーの方にそんなこと言ってたら怒られそうなんですけども、はい、ということでえぜひこのお彼岸中え1日2本ないし3本動画上がっていきますのでぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います今日この後20時に1本動画上がりますそちらもぜひ見てくださいということで、えー、お彼岸みんなで頑張りましょう